はい、こんにちは、イデアルです。ゆきです。はい、今日は2人でなんとですね、初心者向け講座ということで、はい、まあ、ちょっとね、思い浮かんだ企画がはいパッと出てきてね、はい、そうなんですということで、今回は常設ガチャもしくは外伝で簡単に取れるユニットでランキング作ってみた。いやー、はい、ね、なかなかないじゃん。なかなかないね、常設キャラランキング。常設ってもうなんかさ、省かれがちだけど、いや、うん、実は強いのいるよっていうのをね、再確認できればいいかなって思って、はい、で僕らも結構やってる中で、うん、やっぱ全然使ってるキャラとか多くて、常設の中でも。そうなんです。それは、うん、それはちょっと部門別に分けて、うん、あのランキングにしてみたんで、はい、あのこれから始める方がちょっとでも参考になれば、ね、嬉しいんで。はい、で今回のポイントは、あの襲来ユニット除いてるので、はい、あ、そうね、はい、うん、本当に最初ルーレットとかで出るユニット 100連で、最大100連ルーレットで出るか、うん、あるいは外伝でも簡単にポンって取れちゃうユニットだけで構成してますので、はい、はい、本当に初心者の方向けの動画になっていると思います。はい、はい、ということで、まず部門は攻撃部門と、うん、耐久部門と、はいはいはい、ゲージアップ部門、はい、そして特殊枠という、ね、あ、なるほどね、はいはい、まず、じゃあ攻撃部門からいってみようかな。いきましょう、はい、5位からでいいかな。そうだ ね5位からいってみましょう、はい、5位から、はい、はい、では5位ですが、これはゼクシアでございます。ゼクシア、はい、ゼクシア、うるさいことで定評のあるユニットなんですけど、すんごい喋る、はい、掛け声がすんごい喋る、はい、本当に超うるさいユニットです、うん、でも特徴としては非常に高いブレイク力を備えてまして、で、まあ、新奥義でね、自身の奥義ゲージ5アップとブレイク力 100% アップ、はい、でさらに奥義で自身の奥義ゲージを50アップして3700のブレイク値ということで、かなり手数に優れています。結構手数あるね。はい、常設の中では一番のブレイク力を持ってます。うん、はい、でさらにブレイクマスターレベル3ということでね、あ、結構いいね。そう、味方全体のブレイク力もレベル3上げ、15% 上げてくれますので、はいはい、かなり強いユニットでございます、うん、まあちょっと攻撃部門というと微妙なところなので、まあ、ブレイク力が高いというところで5位までいったという感じ、うん、そんな感じだね。そうですね、まあ、ブレイクがもたらすことで味方全員の火力が上がるという側面もちょっとあるので、はい、という感じのユニットで、装備枠にこれね、遺跡装備3種類詰めますので、ああ、それいいね、はい、そういう意味でも、はい、かなり強いユニットだと思います。ということで5位はゼクシアさんでした。ゼクシア、はい、4位、4位は予想つく方いらっしゃるかな。4位はザールですね、はい、ザール、はい、強いよね。俺もっと上かと思ったけどね、これはね、まあ、もちろんその最大火力は部門の中でも1位に争うんだけど、そうだよね、トップクラスだよね、うん、だけどさすがにあの時間かかってしまうということでね。そうだね、うん、ちょっとねギア上げがあるからね。そう、ギア上げがあるのでね、ということで、まあ、4位になったんですけど、まあ、特徴としては奥義を、使うたびにダメージとクリティカル率が上がっていくんですね、最大で確かクリティカル率が、5回で、はい、クリティカル率 100% になってダメージが 100% アップする、うん、なるほど、常にめっちゃ強い。そうで上がりきったら相当強いね。そうなんですよ。でね、新奥義でね、15秒間自身のスキル CT 速度とクリティカルダメージ 100% アップなんで、あー、やばいね、はい、200% アップですね、自分のダメージが、うん、はい、これは相当のダメージが出るよ。相当ですね。はい、でこのスキルも地味に強力でしてね、これ、はいはいはい、攻撃時が10アップするんですけど、それプラスクリティカル時に5秒間敵の命中率 30% ダウンということで、ね、かなり強いね、はい、命中率ダウンはかなり貴重なので優秀です、うん、あと装備枠がめちゃくちゃいい。あ、これめっちゃいい。めっちゃいいよねこれ。これめっちゃいい。耐久する上でも相当いいよねこれ。うん、そうです、耐久する上でもね強いので、長期戦でかなり使えるんです。ということで4位はザールでしたと。ザール、はい、3位ですけど、これは今予想つく方いらっしゃるかな。フェルドです。つくかこれ分かんないよ、ね、出てこ、出てこない。そう、いたなみたいな、いたわみたいなね。いやでもこれ、うん、意外に強いよね、意外に。最近あれだよね、覚醒した 中では最近じゃないかな。結構最近の方だねこれは。結構最近の方だよね、うん、はい、まあ、特徴としてはね、まずこの新奥義が非常に強力で、強力だねこれ。最大 HP さんの 30% を消費するんでデメリットはあるんだけども、4万%に加えて10秒間自身のクリティカル率 100% アップして、さらに敵の炎属性耐性 30% ダウンということでね、うん、全部一人やっちゃってるわ。うん、あとクリダメあればもうね相当な火力出る。そうだね、かなりいいと思います。まあ炎属性ってね、燃焼クリティカル持ちとか結構多いので、うん、そういうユニットと組み合わせることでかなり強力な
火力になると思います。そうだね、これ調節にしてはかなり優秀だと。かなり優秀だね。でクリティカルマスター持ってるんでね、実は。あ、かなり強いな、それは。うん、実は優秀です。でキリルイズキラーもあるしね、うん、あと奥義もさ意外にこれ使うよね。う、うん、これは珍しい。状態異常耐性 100% アップ。はい、そうなんです。10秒間、うん、そうなんです。なんで、うん、意外に耐久にも使えたちゃったりするよ。そうだね、常設でこういうことできるユニットっていないので、うん、なかなか、はい、優秀だと思います。かなり強いです。はい、ということで、3位のフェルドさんでした。はい、はい、2位ですけど、うん、いやもうこれはねすごいですよ結構、うん、ゾロアスさんです。わかるか、想像つくかよ。いやすごいんですって本当に。すごいのこれ。すごいんです。ただこれも最近覚醒だよね。これも結構最近ね、割とね、うん、まあまあさすがにね、なんか魔族に対して攻撃しないと弱いんだけど、うん、はい、34,000 パワーに加えて15秒間自身のクリティカル率 100% アップ で、 で魔族に対するダメージが 150% アップ。なんか恨みがあるのかな、魔族に対して恨みがありそうだね。自分すごい魔族っぽいけどね。うん、まあ竜族なんですよ実は。で一応なんか魔族キラーレベル10とかあってね。あーやばいねこれ。はい、100プラス250パー。そうそう、やばいなこれ。やばいです。クリティカルで殴れると。そうすごいなこれ。でなんか地味に、しかもスキルでね、ちょっとスキルクリティカルするとね、うん、20アップするんで。ああいいね。手数も悪くない。悪くないし、装備枠も援護5持てるのいいね。そう、この装備枠フォルテと同じです。やばいよねこれ、はい、いいね。あと闇リリーさんとも同じです。これは使いやすい、はい、すごく使いやすい。装備枠はかなり使いやすくて、まあ魔族に対してはもう絶対殺してやるぐらいの威力なんで相当いいね。はい、魔族っていうと誰がおるか敵。ね、魔族だとね、ボスだ、例えば死神が魔族だね。あ、はいはいはい、うん、オルデウスだね。あとはね、意外といないんだよな。あんまらんね。あんまいないんだよな。まあ、ストーリー中だと、そうね。うん、ギアベールとか、うん、いるんだけどね。あと、奥義でなんか、味方全体ダメージ 30% アップとかね。意外にね、うん、痒いところ、手が届くみたいな。意外にも強いユニットでした。はい。ということで、2位のゾロアさんでしたが、第1位いきますか。はい、ある第1位、これ。予想ついてる？つかない。つかないか。はい。では、1位では、オールゲスでございます。オールゲス。いや、これは、いや、強いよ、本当に。いや、強いけど。強いよ、本当に。見た目がな。見た目で判断しない。オールゲス言ったらそうでもなくない？いやいやいや、28,000だけど、確かに低いけど、20秒間だよ。まあ、20秒間、味方貴族性質ダメージ 100% アップが弱いわけないんだよ。弱いわけないな。だからちゃんと回せたらずっとさ、キーユニットってダメージ 100% で殴り続けられるわけ。そう、めちゃくちゃ強いよ。強いよ、うん、でなんかね、アビリティもめっちゃ強いんですよ。物理耐性レベル6とかいうのに加えて、貴族キラーレベル10。あ、これはとんでもないね。とんでもないですね。そして大地の息吹で水属性のダメージ 25%、うん、ああ強いな。結構とんでもないアビリティ処理してるんで。とんでもないアビリティしてるねこれ。そうです、アビティが強く、で奥義でちょっとゲージ回せるんですよ。あ、これでかいね。でかいです。自分以外の味方の大ゲージ20アップで、スキルで自身の大ゲージが10アップするんで、本当に無駄がないですね。そうだね、はい、奥義で20アップできるやついないもんね、常設。そう、常設はいないですね、ご自宅系かな。うん、いやこれはまさかだったけどね。まあ納得、話聞きゃ納得、ね、そうだね。いいユニットですね。な、装備薬もね、悪くないのでね、これ。そうだね。うん。まあ、物理物理回復4ということでね。いいよね。回復4がいいっすね、このいぶし銀な感じが。長期戦するからね、どうせオルゲス使う場合は。まあ、いい装備薬だと思います。ということで、第1位でした。1位だったね。はい。攻撃部門がこれで終わりましたね。終わりました。